さあこれでチェック走行が終わっていよいよ走行スタートということになりますか。はい、さあそして三好です。 MJ スタイルの三好、三好は2017年のここでは、あ、いや18年ですか。ラインいいね。これライン得点入る ねラインいいね。予選2位、おいいじゃん。あそこだけちょっと、ここは三好は得意としている。大丈夫だ。ただマシンのね仕上がりがちょっと今日は今回時間かかったんですが、いいね。これねライン得点がすごく良かったね。すごく良かった。2017年の単走3位、去年は単走2位と三好。もしかしたらトップ行くかもしれないね。おライン的には良かったですよね。すごくスピードもあったし、ゾーン一つ目と取っていきます。しっかり入ってますね。長く取ってますよ。そしてインクリップも取れている。ここの立ち上がりちょっと怪しかったですけどね。ここでチュリってなって、うん、アングルしっかり、あ、それでもちゃんとつながってる。綺麗綺麗、問題ない。これもしかしたらトップ行くかもしれないね。お、そんな MJ スタイル三好、2017年は予選3位、去年は予選2位。恵比寿大好き三好隼人、いいんじゃない。昨日ねなんかね新しいナックル入れてきたんですって。それが合わなくってきっと、さすがトニングスさん言った通り83ポイント1ポイント上回りました。これでトップに躍り出たのが三好隼人。この1ポイントでかいね。でかいね。いいですね。さあそしてここエビサーキット、きっと彼は大好きでしょうね。成績をしっかりと残してきています。三好はあの落ち着いてるから大丈夫ですかですね、はい、1本目は83ポイント、はい、この辺りはやっぱりスピードはしっかりとね、そう、その合わせ込んできている感じがします。インクリップを取って、ここもなんとか耐え切った。アウトオン2、いやうまいうまいうまい、振り返してアウトオン3からインクリップ、うまい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 、うまい。今ここでギア落としたよね、ゴンつってだいぶあの音が変わったもんね、うん、さあリプレイです。ここはなんとかこううまく三好もね、でもしっかりとこうゾーン1、はい、アウトゾーン1もこうアングルをつけていって、ただまあ角度変化がね結構薄くなったりしてるんでね、はい、そこら辺はアングル的には点はいいの出ないでしょうね。まあ難しいけどこれを安定角度でいくのは、はい、うん、という三好隼人の2本目、1本目83ポイントを持っています。76ポイント、2本目は76ポイントです。